お前が買ったタワマンは親にプレゼントする。え、何言ってるの急に。そんなの許されるわけないじゃない。うるさい。逆らったら離婚だ。わかったわ。私はすぐに離婚届を提出して夫との離婚を成立させた。後日、何も知らない元夫は義両親と一緒に大きな荷物を持ってきた。おい、さっさと開けろ。何チェーンなんてつけてるんだ。あの、どちら様でしょうか。ここは私の家なんですけど。私の名前はのぞみ。35歳の会社員だ。夫のまさととは結婚して3年になる。私たちの出会いは大学時代に遡る。同じ学部の同じ学科にいた私たちは、必然と顔を合わせる機会が多かった。ゼミも一緒だったので、そのうち仲のいい男女グループが出来上がり、私たちはお互いにその中にいた。だが特に私たちは恋愛感情はなく、いや、後に夫の方は私が好きだったことが判明するのだが、大学時代は付き合ったりはしなかった。そのままお互いに大学を卒業し、そしてそれぞれ就職をした。会社員になってからも、私たちのグループは定期的に会ったりしていた。飲みに行ったり、連休がある時はバーベキューに行ったりという感じだ。そのため私も彼もお互いの近況は知っていた。そして会社員になって数年が経った頃、仲のいいグループの中で結婚する人が現れ始めた。それからさらに数年が経ち、気がつけば結婚をしていないのは、私と彼だけという状況に。家庭を持ち始めると、なかなか集まりに参加できない人が増えてきた。そのため、なんだか誘いづらくなり、私と彼は二人で飲みに行くことが増えた。私たち、完全に売れ残った二人って感じだね。いやいや、だいたいメインの二人は最後に来るもんだから。あら、ずいぶんと自信があるのね。私は完全に出遅れた感あるけど、もう30代に突入したっていうのに彼氏もいないし。だから俺たちがメインって言ってるだろ。え、どういうこと？俺はそのずっとのぞみのことが好きだったんだよ。え、私は急に彼から告白をされて驚いた。そろそろ俺のことも恋愛対象として見てほしい。そう言って恥ずかしそうにしている彼。その日はびっくりしすぎて動揺してしまい私は帰ったのだが、それからというもの私も彼を意識するようになった。そしてその後、何度か会うたびに彼のことを好きになっていった。のぞみ、あの時はいきなり驚かせるようなことを言ってごめん。でも俺はのぞみのこと真剣に思ってるんだ。だから結婚を前提に俺と付き合ってくれないか。うん、私もマサトのことが好きだって気づいた。これから改めてよろしくね。こうして付き合うことになった私たち。ずっと友達だった関係がまさか恋人になるとは思わなかった。でも関係性が変わると、それはそれで新鮮な気持ちになるようで、一緒にいるだけでドキドキするし、今までとは違う感情が湧いてきた。そしてずっと一緒にいたからこそ、お互いのいい点だけでなく悪い点も受け入れられているから、すべてが愛おしく感じた。仲のいいグループの人たちに私たちの交際を報告すると、みんなとても喜んでいた。次は結婚の報告を待ってるね。早く結婚しろよ。二人の子供も早く見たいね。そういういじりをされて私と彼は苦笑いをしたが、友人たちの言葉は私たちの結婚を後押しした。交際を始めてから1年ほどが経った頃に、彼は私にプロポーズをしてくれたのだ。こう聞くと気持ち悪いかもしれないけど、大学時代からずっとのぞみのことを思ってきた。そして、その気持ちは今もこの先の未来も変わらない。だから、俺とこれからの人生をずっと生きてほしい。俺と結婚してください。そう言って指輪を差し出す彼。
私も彼とは結婚したいと思っていたので、プロポーズを承諾した。そしてようやく結婚することになった私たち。すぐにお互いの親に挨拶に行き、両家の顔合わせを済ませた。結婚式では大学時代の仲のいいグループの人たちをはじめ、たくさんの友人や職場の人たちが参列してくれた。な、やっぱり俺たちがメインだっただろ。最後の最後で花形が登場したって感じだろ。そうね、今日くらいは自画自賛してもいいかも。夫の言う通り、私たちの結婚式はすごくいいものになった。今思い返しても幸せでとても楽しい式だったと思う。それから新婚生活を始めた私たち。最初はとても楽しかった。結婚っていいもんなんだなと実感した。だがそんな中でもちょっとだけ問題はあった。それは義両親の存在だ。義両親はなんていうか古い考え方を持っている人たちで、私はいろんな価値観を押し付けられた。のぞみさん、あなた、いつになったら仕事を辞めるのかしら。え？嫁というのは、家庭に入って亭主を守るものだろう。大体、女が仕事を続けたっていいことなんてないからな。子供ができたら急に休んだり辞めたりするし、それで会社に迷惑をかけてるってことを自覚していないんだ。私は、義父のトゲのある言い方がすごく気になった。女性だって働く自由はあるし、子育てだけじゃなく仕事にだって打ち込みたい人もいるだろう。それに出産をするのは女性なんだから、そういう時に会社に迷惑をかけてしまうのは致し方ないことだ。それを周りが考慮してあげないといけないのではないだろうか。私はいろいろと思うところがあったが、ここで反抗してしまったら、義両親はもっと怒って面倒な発言をしてくるだろうと思った。義実家に行くのは正月とか法事の時だけだし、その時だけちょっと我慢していればいいだろう。だから、私は何にも言い返さなかった。まあ、だからといって仕事を辞めることはしなかった。それだけは譲れないというか、私が決めるべきことだからだ。その点についても義両親からは結構悪口を言われた。私たちの言うことを全然聞かないとか、生意気な嫁だといった感じだ。そうやって非難されるので、義実家を訪ねた時はできる限り義両親の機嫌を取るようにした。家事をやれと言われたら義実家での家事をやったし、義両親が好きなお菓子などは必ず持って行った。そのおかげで必要以上に小言を言われることはなかった。そんな風にとりあえずは義実家との関係も良くはないが、めちゃくちゃ悪いという感じにはならずに済んだ。そうやってちょっとしたストレスはあれど、トータルで考えると結婚生活はうまくいっていたと思う。だが結婚生活を始めてから3年が過ぎたこの頃、私と夫の関係に変化が現れ始めた。きっかけは私が昇進したことだった。ねえ、聞いて。どうしたんだよ。そんなテンション高そうにして。今度の春から部長になることが決まったよ。え？マジで？うん。この前頑張ったプロジェクトの成功が評価につながったみたい。そうなんだ。あれ、嬉しくないの？え？いや、もちろん嬉しいよ。というより、ちょっとびっくりしちゃって。俺と同い年なのに部長になるとかすごいなって。マサトだってすぐに出世できると思うよ。いつも一生懸命に仕事を頑張ってるじゃない。ああ、そうだといいな。私はこの時、夫が本心で何を考えているのかについて気づけなかった。夫はかなり悔しかったようで。私が昇進の報告をした時から少しずつ冷たくなっていった。なあ、今日の晩ご飯、なんだか品数が少なくないか。え、そう。別にいつもとそこまで変わりはない。まあ、仕事が忙しくなった分、一品くらいは減っているかもしれないが、
それでもその分一品の量を増やしたりして、お腹がいっぱいになるようにしている。少ないよ。ごめん。仕事が忙しくて、ちょっと品数減っちゃった。はあ？たく、そうやってすぐにサボるのかよ。え？やっぱり、女が出世するべきじゃないな。ちょっとどうしたの？どうもしねえよ。お前がそうやって仕事ばかりになって、家事をおろそかにしだしたから呆れてるんだよ。そんな、私、ちゃんと家事もやってるじゃない。そもそも、あなたはいつも家事は何にもしてくれないじゃない。共働きなんだから、あなたにだって家事はしてほしいと思ってるのよ。はあ？家事ってのは嫁のやることだろ。それをサボるなんてのはダメな嫁だな。なんか、お父さんたちみたいなこと言うね。あ、俺の親をバカにしてるのか。そうじゃないけど。いや、そうなんだけどね。私のことを、そうやって傷つけるようなこと言うの意外だなって思って。傷つけるって。夫は私がそうやって言うと、罪悪感が出てきたのか勢いがなくなった。とにかく、家事もちゃんとやれよ。夫はそう言って話を終わらせた。私はこの時に、夫が私の出世をあまり喜んでいないことをはっきりと理解した。それからは仕事に関しての話とかは、一切しないように気をつけた。私が気を使ったことでとりあえずは夫は落ち着いたようで、結婚生活を普通に送れた。そして一年ほどが経った頃、私たちは引っ越しをすることに。というのも、新しいタワマンが建ったという情報が入ったのだ。その情報を仕入れてきたのは夫だった。見てくれよ。このマンションすごく良くないか。え？タワーマンションじゃない。確かにいいところかもしれないけど、高すぎじゃない？いやいや、ここはやっぱり大きな買い物だとしても買うべきだろ。資産にもなるし、成功の証にもなるしさ。うん。しかも会社からも近いし、家事だってしやすくなるんじゃない？そうね。私は夫から提案されて少し悩んだ。でも確かに夫の言う通り、そろそろ新居を構えてもいい頃かもしれない。タワマン暮らしというのにも全く憧れがないわけでもないし、一度経験してみるのもいいだろう。私は夫の提案に乗り、タワマンを購入することにした。そして実際に住み始めたのだが、とても快適ですごく暮らしやすかった。やっぱり買ってよかっただろ。眺めも最高だし、すごく快適じゃん。確かにそうね。会社からも近いから、本当に便利だわ。私も夫も大満足で、夫婦の関係性も良くなった。これから子供が生まれたりしたら、さらに夫婦の仲も良くなるだろう。そんな風に思っていた。だが、またしても義両親の存在によって、私たちの夫婦の関係性が悪くなってしまうことに。あら、とってもいい家じゃない。すごく広いな。景色もいいし。そうだろ。めちゃくちゃ気に入ってるんだよ。マサト、すごいわ。こんな素敵な家に住めるなんて。自慢の息子だな。義両親は夫のことを褒めちぎっていたが、この家は私の稼ぎがあるからこそ買ったものだ。だが夫はそのことを義両親に伝えもせず、あたかも自分がこの家を買ったかのように振る舞っていた。まあ別に義両親も一回来れば満足するだろうし、彼らが何を思おうが私には関係ない。今まで通り、適当にうまく合わせて交わすだけだ。しかしそれから少し経った頃、夫はまさかの発言をしだした。お前が買ったタワマンは親にプレゼントする。え？何言ってるの急に。そんなの許されるわけないじゃない。うるさい。逆らったら離婚だ。夫はなんと私が購入したこのマンションを、
義両親にあげると言い出したのだ。しかもそれに反対したら離婚だとのこと。さらに夫は勝ち誇った顔をしながら離婚届を渡してきた。俺の箇所はすでに記入してある。俺は本気だからな。お前はバツイチになりたくないだろう。どうやら夫は離婚を切り出せば私がひるむと思ったようだ。そして義両親からタワマンを欲しいと頼まれているのだろう。いや、あるいはそもそもタワマンを買おうと言い出したのもこうやって義両親にあげることを想定していたのかもしれない。このタワマンが実家になればいずれ夫のものになる。そして義両親も快適な生活ができる。つまり夫は私を利用したいだけなのだろう。そのことを理解したとき、私の中で一気に夫に対する愛情が消え失せた。わかったわ。あなたの言う通りにするね。私がそう言うと、夫はニヤニヤしながら、そうだ、それが賢い判断だ。と言った。私はわざと塩らしくし、夫に服従したふりをした。夫は満足そうにしながら、引き出しに離婚届をしまい、自分の部屋に入っていった。翌日、私は夫が出勤するのを確認すると、会社に連絡して休みをもらった。そして、引き出しから夫がしまっていた離婚届を取り出して家を出た。私はすぐに離婚届を提出して、夫との離婚を成立させた。これで夫はもう終わりだ。この家は私のものだし、夫は赤の他人になる。そして家の鍵を変える申請も出した。元夫は私がおとなしくしているので、完全に私を服従させられたと思っているようだ。そして、近々、母さんたちをここに連れてくるから。と言った。え、私たちが新しく住む場所も決まっていないのに、もう連れてくるの？一緒に住むんだよ。は？嫌なら離婚だからな。まあ、お前だけ出て行ってもいいけど。そうやって笑う元夫。今のうちに、そうやって私を服従できていると勘違いしていればいいさ。後日、何も知らない元夫は元義両親と一緒に大きな荷物を持ってきた。私はこの日に元義両親がやってくるのを知っていて、元夫が迎えに行くというのも聞いていたので、そのタイミングに合わせて元夫の荷物を引っ越し業者に運んでもらった。ちょうど入れ替わりで元義実家から、元夫と元義両親がやってきたようだ。彼らは家の鍵を開けようとしたが、私はチェーンをかけていた。ドアが開く音がするが、家には入れず元夫が戸惑っている声が聞こえる。私は仕方なく玄関まで行った。あれ、どうされたんですか？おい、さっさと開けろ。なんでチェーンなんてつけてるんだ？そうやって叫ぶ元夫。私はとぼけながらこう言った。あの、どちら様でしょうか？は？何言ってんだ、お前。元夫は険しい顔をしながら、早く開けろよ。と怒っている。そして元義両親も、荷物がたくさんあるんだから早くしなさい。と口を尖らせている。どうして赤の他人を家に入れなければならないのでしょうか。は？あなたとは離婚したじゃない。え？元夫は目を見開いてびっくりしていた。お前、まさかあの離婚届を出したのか？ええ、あなたが嫌なら離婚なって言ってたから、離婚しようと思って提出してきたわよ。そんな。なんでそんなことを勝手に？勝手にじゃないでしょ。あなたここ最近は何かにつけて、嫌なら離婚なって言って私を服従させようとしてたじゃない。だからって本気で離婚届を出すバカがいるかよ。ここにいるわよ。まあ、あなたほどバカじゃないですけど。私がそうやって言うと、今度は義両親が怒り出した。離婚するのは構わないけど、その家に立てこもるのはやめてちょうだい。
そうだぞ。マサトの家を占拠するようなことをして許されると思ってるのか。ここは私の家なんですけど。あ、ですから私名義の家なんです。まあマサトさんがあなたたちにどう説明をしているのかは知らないですけど。嘘でしょ、マサト。元義両親に問いかけられて、元夫は気まずそうにしていた。この家は会社で部長を務めている。私の稼ぎのおかげで住めてるんです。っていうか安月給の彼だったらまずこの家の名義人になれませんから。私がそうやって言うと、元義両親は顔を真っ青にさせていた。マサト、本当なの？お前が名義人の家じゃないのか。ね、でもこいつが父さんたちにプレゼントするって言ったら、分かったって了承したから。私が了承したのは、嫌なら離婚なってところよ。この家をプレゼントするなんてことを承諾してなんかいないわ。そんな。そしてあなたの荷物はあなたの実家に送ったから。え、嘘だろ。あの家はちょうど売り払ったから、今月末までに完全に荷物を空にしないといけないんだぞ。知らないわよ。私たちはもう他人なんだから、自分のことは自分でやってちょうだい。そんな。許してくれよ。いいえ、許さないわ。これ以上居座るというのなら警察を呼ぶから。警察。元木実家の人たちは捕まりたくなかったのか、慌てて逃げ出した。それから実家に戻ったそうだが、もう売り払っていたため、すぐに部屋を借りなければいけなかった。だが年金暮らしの義両親では契約ができないし、安月給の元夫ではいい部屋は借りられなかったようで、現在はボロいアパートに3人で暮らしているらしい。元夫からはメールで復縁したいという内容の連絡がよく来るが、全部無視をしている。そして私はタワマンに自分の両親を引き連れて家族3人で暮らし始めた。これで元夫が来ても簡単に追い返せるだろう。両親もタワマンでの生活を楽しんでいるようだし、このまま家族仲良く幸せに暮らしていこうと思う。私は大学の費用まで負担したのよ。そんな程度で偉そうに。偉そうにって、500万がどれほどの大金かあなたもわかるでしょ。ああ、もううるさい。とにかく恩着せがましくしないで。娘の結婚式にも来ないでください。そう言って私を罵倒してくる長男嫁。どこまでも私を邪険に扱ってくる態度にもう限界だった。私は満面の笑みを浮かべてこう言ってやった。そこまで言うのなら喜んで欠席するわ。私の名前はのぞみ、69歳の主婦だ。夫は4年前に他界し、私は一人で広い家に暮らしている。この家では息子2人と私と夫の4人で生活をしていた。現在長男の正人は47歳で、次男の明は43歳で、それぞれすでに家庭を持っている。昔はこの家もすごく賑やかで騒がしかった。息子たちはわんぱくで、いつも庭で走り回ったりキャッチボールをして遊んでいたし、テレビゲームをしていた時は対戦ゲームに熱中しすぎて喧嘩をすることもあった。その度に私や夫が叱ってゲームを一時的に没収したりしたこともあったな。子供たちは大人になっていくにつれて喧嘩はしなくなり、高校や大学など進路について真剣に考えるようになった。二人ともちゃんと勉強をするいい子たちで、自分たちから塾に通いたいと言ってくるほどだった。そのため二人とも進学校に進み、大学もレベルの高い大学へと進学。二人の子供を大学まで通わせるのは金銭的になかなか大変なものだが、夫は仕事を頑張ってくれて、それなりにいい役職についていたので、
お金の心配をせずに息子二人を育てることができた。そして息子たちが自立してからは、夫婦二人での時間をゆったりと過ごしながら日々を送っていた。夫婦で海外旅行に行ったり、近場の温泉旅行に行ったり、楽しい思い出をたくさん作った。それから数年が経ち、長男が結婚し、それを追うようにして次男も結婚していった。そうやって環境の変化というのは、いきなりやってくるものなんだなと実感。次は孫の顔が見られそうだねなんて夫と話しながら、息子たちの結婚を祝福した。そして長男夫婦は結婚してすぐに子供ができた。二人のもとに生まれてきたのは舞という可愛い女の子だった。初めての孫との対面は本当に感動した。年をとって涙もろくなっていた私と夫は、孫を抱き上げると嬉しくて涙を流してしまったほどだ。いやいや、母さんと父さん感動しすぎ。長男にそう突っ込まれても涙が止まらなかった。それから私と夫は孫のお祝い事の時は、できる限りのお祝いをした。七五三や入学式、そして卒業式など、いろんな行事で私たちはお金を出した。孫が喜ぶ姿を見るのは嬉しいし、それで長男が喜んでくれることも嬉しかった。節目節目での舞の写真を長男は送ってきてくれて、それは私たちにとって楽しみになっている。それから数年後、次男夫婦にも可愛い男の子が生まれた。私たちは息子たちどちらにも子供ができてよかったと思った。もちろん差別することなく、私たちは次男夫婦の子供も長男夫婦の子供の時と同じように、お祝い事の時は盛大に祝ったし可愛がった。一家全員が集まって正月やお盆でお祝いをしたり、長男と次男が走り回っていた庭でバーベキューをしたりと、とても楽しい時間を過ごした。息子たちが自分たちの子供に親の顔を見せているのを見ると、もうこんなにも月日が流れたのかと感慨深くなる。そしてそれからもあっという間に時間は流れていき、孫たちもどんどん成長していった。長男夫婦の娘である舞は、小学5年生頃から夏休みに私たちの家に長期期間泊まりに来るようになった。長男と長男嫁が夫婦での時間が欲しいからだそうだ。それはとても大事なことだし、私と夫も孫と触れ合えるからお互いにとっていいことだ。舞は本当にいい子で、私と夫と一緒に生活をしているときは、学校での出来事をたくさん話してくれた。そして私の料理を手伝ってくれたりと、とてもしっかりしている子だった。一緒に外食に行ってもちゃんと店員さんに自らごちそうさまでしたと言っていたし、長男夫婦のしつけがしっかりしているんだなと感じた。私は実は少しだけ心配していることがあった。それは長男嫁のゆかさんについてだ。ゆかさんは基本的にはいい人なのだが、少し性格に難ありというか、気難しいところがある。地雷がどこにあるのかわからず、ふとした発言に異常に噛みついてくるなんてこともあった。あれはいつの頃だっただろうか。私が昔、長男嫁に、ゆかさんは働かないで専業主婦でいるの?と何気なく聞いたことがあった。私としては単純な会話というかただの質問で深い意味はなかったのだが、長男嫁はその時私のことをきっと睨みつけてきたのだ。専業主婦じゃ悪いんですか?え?女も働かないといけないとか思ってるんですか?お母さんだって専業主婦ですよね。私にだけ働けとか言うなんておかしくないですか?私が何も言っていないのに、矢継ぎ早にそんなことを言ってきて私は焦ってしまった。別にそういうことは言っていないわよ。落ち着いてゆかさん。とりあえず長男嫁はそこで私に怒ってくるのをやめたが、この時から私は少し長男嫁が苦手になっていた。いつ切れるかわからないし、それにどこか絡みづらい。孫と触れ合っている時も、
いつも私を監視してくるような目で見てくるし、何か私は悪いことでもしたのかと気になってしまう。だからそのような長男嫁に育てられた舞が性格的に問題ないのか少し心配だったのだ。しかしそんな心配は杞憂に終わり、舞はとてもいい子に育っている。中学生になってからも高校生になってからも舞はすごく優しくてまっすぐな子でいて、私と夫にもとても優しくしてくれた。だがそんな中、私の身にとても不幸なことが起きた。それは最愛の夫の死だ。夫は癌になってしまい、それから1年後に余命を迎えて息を引き取った。私は長年連れ添ってきた夫が亡くなり、本当に悲しかった。立ち直るのに時間がかかったが、それでも少しずつ元気を取り戻していった。そんな中、今度は長男たちに不幸な出来事が。会社が倒産。そうなんだ。それで俺は今無職になっちゃって。なんと長男が働いていた会社が不景気によりいきなりの倒産。それで長男夫婦は私にある頼み事をしてきたのだ。母さん、実は舞の大学の学費を支払いが追いつかなくて。本当こんなお願いをするのは申し訳ないんだけど、入学金と今年分の学費を援助してもらえないだろうか。お母さん、どうかよろしくお願いします。私たちを助けてください。娘が行きたい大学に合格したのに通わせられないのは心苦しいんです。あの長男嫁も私に頭を下げてお願いしてきた。もちろんいいよ。可愛い舞のためならいくらでも援助するよ。私はそう言ってすぐに大学の入学金と初年度の学費を長男に渡した。母さん、本当にありがとう。この恩は一生忘れないよ。いいんだよ。困った時はいつでも頼りなさい。その後、無事に舞は大学に入学することができたようだ。舞、大学は楽しいかい？うん、すごく楽しいよ。お友達もできたし、授業もすごく面白いの。そうかい、それならよかったよ。孫が喜んでくれているのを見て援助してよかったなと思った。そして長男からも無事に再就職できたという連絡を受けた。母さんに出してもらったお金ちゃんと返すから。いやいや、いいんだよ。あれはあげたお金だから。それよりもお金を貯めて無職で大変だった期間を補填することを考えなさい。ありがとう母さん。とりあえず全てが丸く収まってよかった。そう思っていたのだが、それから約1年近くが経った頃、なんと長男嫁が一人で家にやってきた。一体どうしたの？ゆかさんが一人で来るなんて珍しいじゃない。ちょっとお母さんにお願いがあるんです。何かしら？実は今年も大学の費用の援助をお願いしたくて。え、マサトは再就職できてちゃんと働いているんでしょ？学費はもう払えるんじゃないの？それが再就職なので給料がかなり減ってしまって。そうなの？そんなことは言ってなかったけど。きっとお母さんに心配をかけたくなかったんだと思います。そうなのね。確かに長男ならあり得ることだ。長男は責任感に強く、何でも自分で抱え込む癖がある。舞の大学の入学金と初年度の学費についてはきっと本当に限界だったから私を頼ったのだと思う。そして再就職してからはこれ以上私を頼ることはできないと思っているのだろう。今日もマサトさんには秘密にした状態で来ているんです。マサトさんは自分一人で何とかすると言っていますが、私たちの老後の資金とかを貯めることを考えるとやっぱり厳しいのも事実で、そこでまたお母さんに援助をお願いできないかと思いまして。そう言って頭を下げる長男嫁。私は少し悩んだが、今年度も援助をすることにした。いいわ、
お父さんの遺産も残っているし、何より舞のためだしね。可愛い孫のためなら私はいくらでも出してもいいと思っていた。だから長男嫁からお願いされた金額を援助した。ありがとうございます、お母さん。あ、このことは雅人さんには内緒にしてもらえますか？きっと責任を感じて悩んでしまうと思うので。そうね、わかったわ。本当にありがとうございます。それから長男一家は何度か実家である私の家に来たが、長男も舞も楽しそうにしていて、問題なく日常を過ごしているようだ。だがそれから一年後、長男嫁は再び私のところに学費の援助のお願いをしてきた。雅人はまだ収入が上がらないの。はい、そうなんです。賃貸のマンションの家賃もそこそこ高くて、生活が厳しいんです。恥を承知でまた援助をお願いできませんか？私はこの頃からだんだんと感覚がおかしくなっていた。長男嫁を疑うことを忘れて、学費を普通に援助してしまった。長男と孫の舞が幸せに平和に過ごせるならばそれでいいと、安直にお金を渡してしまっていたのだ。多分実家に一人で暮らしていて寂しい思いをしていたのもあると思う。人の役に立つということが自分の心の寂しさを埋める手段の一つになっていたようだ。だがその翌年も長男嫁は私に舞の学費を要求してきた。この時はさすがに頭を抱えた。そんなにお金に困ってるの？年金暮らしのお母さんにはこの不景気の影響がわからないんですよ。そう、そう。私たちは本当に切羽詰まってるんです。舞だって就職なんだし、ちゃんと大学を卒業できないと今後どうなるか。そう言って長男嫁は泣き出した。ちょっとゆかさん落ち着いて。わかったわ、援助するから安心してちょうだい。ありがとうございます、お母さん。こうして私は結局、舞の大学の学費をすべて支払ったことになる。その額は500万にも上る。正直結構な痛手だが、孫の将来のためならいいかと自分を納得させた。おばあちゃん、私、大学を無事に卒業して就職も決まったよ。舞、おめでとう。舞が一生懸命頑張ったからだね。ありがとう。でもおばあちゃんのおかげだよ。え？おばあちゃんが大学の入学金と初年度の学費を出してくれたんでしょ？お父さんの働く会社が倒産して大変だった時に、おばあちゃんが助けてくれたってお父さんから聞いたよ。本当にありがとね。いやいや、いいんだよ。私は前からそのように感謝してもらえただけでも十分だと思った。そしてそれから舞は社会人になり、一生懸命働き始めた。たまに連絡をくれたり、一人で私に会いに来てくれるが、仕事は楽しいようで毎日充実した日々を過ごしているらしい。夫が亡くなり、一人寂しく暮らしている私にわざわざ会いに来てくれるのは本当に嬉しいし、舞は本当にいい子だと思う。次男一家は転勤で15年ほど前から遠方に住んでいて、なかなかこっちに来れないから舞が会いに来てくれることは本当にありがたい。そして舞が働き始めて2年ほどが経った頃、ある日私の家にやってきた。舞、なんだか嬉しそうな顔をしているね。あ、わかる。やっぱり喜んでいるの顔に出ちゃうんだね。あら、何かいいことがあったのかい？実はね、私、結婚することになったんだ。え、結婚？私が驚いてそう言うと、舞は顔を真っ赤にしながらうなずいた。おめでとう舞。おばあちゃんも本当に嬉しいわ。ありがとう。おばあちゃん、絶対に結婚式に来てね。ああ、もちろん行くよ。楽しみにしてるね。私はとても嬉しかった。
あの小さくて可愛かった孫ももう結婚か。月日が流れるのは本当に早い。私は孫の結婚式をとても心待ちにしながら日々を過ごした。結婚式の招待状が届き、出席に丸をつけて出した。もうすぐ舞の晴れ舞台だ。美容室に行って服も新調しようかな。そんなことを考えていた。するといきなり長男嫁が我が家にやってきた。ゆかさん、一体どうしたの？長男嫁はものすごい不愛想な表情を浮かべている。これはあまりいい話ではないと思った。長男嫁はずかずかと居間に上がり込み、ソファーに勝手に座った。私は何事だと思いながら彼女の迎えに座る。単刀直入に言います。舞の結婚式には来ないでいただけますか？え？どうしてよ。あなたの存在がうざいからですよ。うざい。私はそんなことを言われてびっくりした。ちょっと待ってよ。いきなりそんなこと言われて、結婚式に来るななんて言われても納得がいかないわ。お母さんが納得いくとかいかないとか、どうでもいいんですよ。私はずっとお母さんのことが嫌いだったんです。それなのに、どんな手段を使ったのか知りませんが、舞のことを手なずけて。おかげで、家ではあの子はあんたのことを話したりして本当に不快だったわ。そんな。私は大学の費用まで負担したのよ。あ、そんな程度で偉そうに。偉そうにって、500万がどれほどの大金かあなたもわかるでしょ。それに結婚式の主役は舞でしょ。私は舞から招待を受けてるのよ。ああ、もううるさい。とにかく恩着せがましくしないで。娘の結婚式にも来ないでください。そう言って私を罵倒してくる長男嫁。どこまでも私を邪険に扱ってくる態度にもう限界だった。私は満面の笑みを浮かべてこう言ってやった。わかったわ。そこまで言うのなら喜んで欠席するわ。私がそう言うと、長男嫁は一瞬驚いていたがすぐに笑顔になった。約束ですからね。絶対に来ないでくださいよ。わかってるわよ。安心してちょうだい。そして長男嫁は勝ち誇った顔で帰っていった。私はすぐに長男に電話をした。大事な話があるから来てくれないかしら。私がそう言うと、長男はすぐに来てくれた。そして私は先ほどの長男嫁とのやりとりを説明。え、ゆかがそんなことを。そうなのよ。あと、彼女からは黙っているように言われていたけど、舞の大学の学費も私が4年分出したのよ。はあ？ちょっと待ってくれよ。それは何かの間違いだろう。舞の学費は俺の給料から全部出してるはずだ。え、でも、ゆかさんは毎年私にお願いに来たわよ。だからお金を毎年渡していたんだけど。マサトの給料がなかなか上がらないって言ってて。いやいや、俺は再就職先でも前の会社と同じ金額からスタートできて年々昇給していったよ。え？だから前の学費だって俺の給料から支払えてるんだよ。そんな。でも私、ゆかさんにお願いされて振り込みをしちゃってたわ。私は何か証明になるものはないかと思い取っておいた通帳を持ってきた。ほら、ここにゆかさんの口座に振り込んでいる証拠があるわ。本当だ。あと他にも証拠が。私は実は先ほどの長男嫁との会話を録音していた。長男嫁が不愛想な顔でやってきた時点で、なんだか嫌な予感がしていたからだ。そんな、あいつ、母さんを騙して金を巻き上げていたのかよ。長男は怒りに震えていた。そしてそれは私も同じだった。
絶対に許さない。ちょっと舞をここに呼ぼう。長男はそう言って孫のことを呼び出した。大事な話があると聞いてやってきた舞は少し緊張していた。だが長男から事の経緯を聞いて絶句していた。そんな、お母さんが。あ、でも。そう言って舞は何か思い出したかのように話し出した。やたらとブランド物を買ってるなって気にはなってたの。お父さんの給料が上がったからなって思ったけど、あれっておばあちゃんからくすめてたお金を使ってたってことね。私たちは怒り狂い、長男嫁に復讐をすることを誓った。結婚式当日、私は結婚式を欠席した。その代わり、長男がビデオ通話の状態で結婚式の様子を見せてくれた。何も知らない長男嫁が楽しそうにお酒を飲んでいるのが見えた。そして新婦から家族への手紙を読み上げる時間が来て、舞がマイクの前に立った。今日は皆さんにお話ししたいことがあります。本当は今日参加する予定だった祖母がここに来られていません。私の祖母はとても優しくて、そして愛情を持って私に接してくれました。だから私はそんな祖母のことが大好きでした。結婚式にももちろん来てほしかったのですが、今日はあることが原因で来られていません。それは私の母です。私の母は姑である私の祖母を毛嫌いし、結婚式に参加するなと言ったそうです。さらには本当はお金に困っていないのに、祖母の情に訴えかけて私の大学費用の500万をたかっていたことが分かりました。舞の発言にざわつき始める場内。長男嫁が慌ててステージに向かうのが見えた。ちょっと舞、あんた何でたらめを言ってるの。お母さん、でたらめじゃないでしょ。こっちにはちゃんと証拠があるの。そしてお母さんがおばあちゃんから奪ったお金で何をしていたかもね。え、お母さん、私とお父さんに隠れて不倫してたんでしょ。な、何を言ってるの。隠しても無駄だよ。更新所で調査してもらって証拠もゲットしてるから。お父さんはお母さんと離婚して慰謝料をもらうって。そしてその他におばあちゃんから盗んだ500万のお金も支払ってもらうから。そんな。みんなが注目している中でその場にへたり込む長男嫁。ここまでの大人数に不倫の事実を知られてしまってはもう生きてはいけないだろう。その後、舞は会場の人たちに謝罪し、高級ワインを一杯ずつ皆さんにプレゼントして堂々と自分の席に戻っていった。長男嫁は逃げるようにして会場を去っていっていた。私はざまあ見ろと思いながら、ビデオ通話でその様子を見ていた。それから長男夫婦は離婚し、長男はゆかさんと不倫相手に慰謝料を請求。そしてさらに私から巻き上げた500万も請求。そのためゆかさんは計800万もの借金を抱えることになった。現在はバイトを掛け持ちして必死になって働きながら借金を返済しているらしい。本当にいい気味だ。一方、私は長男と実家で一緒に暮らし始めた。舞は旦那さんを連れて遊びに来てくれて、みんなで定期的に食事に行ったりしている。これからも私は長男や舞、そして次男夫婦など自分の家族を大事にして、残りの人生を楽しく生きていこうと思う。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。